おねえ、今日泊まってってもいい？ここで寝ちゃいたい。バッチャに見つかると怒られるよ。で、それよりシオン、明日は学校じゃないの？明日は開校記念日だからいいの。あんたの学校、開校記念日って年に何回あるわけ？まあ、いっか。じゃあ、笠井さん。シオンは今夜はうちで預かります。わかりました。では、よろしくお願いいたします。ほら、シオン、起きて。ここで寝てるとバッチャに怒られるって。ほら、肩を貸すから奥に行こう。私の布団貸してあげるから。ありりー、おねー。しゃあもねえやんな。あんの若いのもちょい出張りすぎやったんや。まあね、お社様のお怒りに触れたんだから仕方ないしね。警察は調べとっちゅうとろんが、すっとろん間違いなかんね。多分ね。高野さんだろうね。兄ちゃんにはない？ひたひたとずっと足音がついてきて、夜は枕元にまで立たれて見下ろされる経験。そうならばみーちゃんは大丈夫。お社様には怒られない。サトシ君が体験していることは全てお社様のたたりの前触れなの。誰かが遠くからじっと伺っている。誰かがずっとつけてくる。誰かがいつも自分のすぐ後ろから見ている。やがて足音は常に自分とずれて一つ余計に聞こえるようになるの。やがて後ろのそれは自分の家の中にまでついてくるようになる。そしてお布団に入って明かりを消してもずっと枕元から見下ろしてるの。ただただ黙ってじっと。ミオンです。うん。そうですか。わかりました。そちらの対応はよろしくお願いします。それから、一切の口封じをよろしくお願いします。ええ。では。聞いてた？知る。あ、何のことかわかんない。聞こえた通りです。富武さんと高野さんがお社様のたたりに遭われました。本当にお気の毒なことです。おねえ、お社様のたたりって何です？富武さんは自らの手で喉をかきむしってお亡くなりになりました。高野さんは遠くの山奥でドラム缶に詰められて焼き殺されたそうで、実にお気の毒です。なんでそんな死に方したのかな？わかりませんか、シオン。わかんないよ。理由なんて一つしかないじゃないですか。何の理由かな？そんなこともわかんないのですか？シオン、これは何の真似ですか？おはよう、ミオン。まさか自分が閉じ込められることになるとは思わなかった？園崎家当主代行として命じます。ここを開けなさい。声色に一つ凄みが欠けますね。当主様はもっと傲慢な言い方をしなきゃね。もっともそういう言い方ができたとしても、今のあんたは滑稽なだけなんだけどさ。富武さんと高野さんが今年の犠牲になるとはね、思わなかった。高野さんのドラム缶に詰めて焼き殺したってのもなかなかやるね。ま、あの人はそういう死に方を自分で希望してたっぽいからね。結構満足してるかもよ。富武さんの自分で自分の喉を引き裂いたってのは何？意識をおかしくさせるような怪しいお薬でも注射したの？それともそういう死に方に見せるような道具でもあるわけ？返事がないと退屈です。私を怒らせるとどんな得が？私が知るわけないでしょう。ねえ、ミオン。次期当主様。ここまで来ちゃったんだから教えてくださいな。私に対して反抗的な態度をとっても何の得にもならないこと、理解してますよね？もうここまでやっちゃった以上、私も引っ込みがつかないんで。お姉も私に容赦とか躊躇とかそういうものをあまり期待しない方がいいかもです。じゃあ聞くよ。ひなみざわ村連続開始事件、通称お社様のたたり。これってどういう意味があるの？やっぱりダム戦争のけじめってやつ？私は多分そうだと思ってる。思ってるって言い方が少し頼りないね。そのあたりの事情は詳しくないの？シオンだって分かってるでしょ。次期当主なんてバッチャの取り次ぎに過ぎないよ。その当主様と意思を疎通させて維新伝心なのが次期当主様の役目でしょ。取り次ぎに過ぎないなんて信じると思う？いつも身近にいる私だってたまにバッチャが何を考えてるのかわからない時があるもん。何でもかんでも私が理解してるわけじゃない。じゃあお社様のたたりってのはあいつが全部独断で決めてるわけなんだ。次期当主様と相談して決めてるのかと思ったよ。やばい話は全部バッチャが一人で決めてる。私なんか預かり知る余地もない。でもばあさんの独断だとしたってあいつはあんたを介してやり取りしてるわけでしょ。そのあんたが何も知らないなんてあるはず。違うよ、私なんかを介していない。私にだってよくわからないんだけど、私が陽の部分を取り継いでるとしたら陰の部分を取り継いでる誰かがいると思う。誰？その影の部分の取り継ぎって。知らない。誰かを招いて話してるとことか電話をしているとことか見たことない？強いて言えば毎年お社様のたたりの時期になると連絡量がどっと増える相手ね。わかんない。心当たりなんかないよ。まあいいや。じゃあ質問を変えるね。今年のたたりの富武さんと高野さんはダム戦争に直接関係してないのになぜ犠牲に選ばれたの？やっぱり西宮殿に忍び込んだから？西宮殿に？古手神社の西宮殿を犯したの？ありゃ知ってるとばかり。そんなことをしたらバカ当然だよ。私がこっちに帰ってきて以降たまにミヨンとは認識が食い違いますね。そりゃ私だって西宮殿がうかつに入っちゃやばいとこだってのは知ってますけど、あんな死に方しても当然だってほどやばいとは思わないんだけど。私たちだってその程度の認識じゃなかったでしたっけ。それはシオンがよく知らないだけだよ。すみませんね、よく知らなくて。説明をいただいてもよろしいですか？そりゃシオンの言う通り子供の世界ではやばいとかたたりがあるとか言ったってどうせ迷信に過ぎないだろう。でも大人にバレたらかなり怒られるんだろうなって程度の認識だと思う。でもね、ひなみざわの古老たちにとってはそんな甘いものじゃないの。なるほどね。でもさ、ミオン。たたりで一人が死んだら、それを相殺する意味で一人を生贄にするのがルールじゃなかったっけ？生贄の死体は出ない。なのに今回は二人とも死体が出ちゃってるんだけど、そのあたりはどう見る？確かにおかしいね。高野さんの焼死体は見つかっちゃいけなかったってことなのかな。本当は高野さんは失踪ってことになるのがパーフェクトだったのかな。あるいは、自信はないけど。何？根拠なんかいらないから言ってみてよ。怒らないから。西宮殿に忍び込んだのは、実は4人とか。それで？で、もう2人は、生贄ってことで、鬼隠しになってるんじゃないかな。おばあさま、そろそろ目を覚ましてくださいません？ひょっとして眠ったふりをしてやり過ごそうとか考えてません？見えてます？見えてない？これ誰の忘れ物か分かりませんけどね、ライターです。今からこれであなたの鼻を焼きます。嫌でしょ？私も嫌です。ですから寝たふりをやめてください。こいつ、スタンガンで死んだ？思い知ったか、悪魔め。いつからそこにいたんだか。言ってくれればよかったのに。そっか。レナが言ってたもんね。あんた？お社様ってのは。冗談じゃない。あんたがお社様で、たたりは本当にお社様のたたりってわけなの。バーカ！誰が信じるかよ。あんたが見たいってんなら勝手だけどさ、私は見物料を取るつもりもない。でも私の邪魔をしようってんなら、あんただって容赦しないよ。ミオン、昔親戚の誰かが言ってたじゃん。この地下の秘密部屋のどこかに隠し井戸があって、外へ出られる秘密の通路があるって話。さっきの音は聞こえてなかった？ばあさんを鞭で叩く音。大丈夫。あんたは叩かない。でもね、あんたが不愉快だとばあさんをもっと叩くかもしれない。今度は鞭なんかじゃなくて。そこの奥、暗がりにも牢屋があるでしょう。その中、ミオンはあの井戸を降りたことあるの？降りたくもないそれに関しては著しく同感。この秘密部屋の犠牲者たちが放り込まれた井戸になんか好き好んで降りたくはないもんね。シオン、バッチャを落とす気？落とすんじゃないよ。捨てるんだよ。もう死んでるしね。さっきの拷問で死んだんじゃないよ。多分ばあさんはスタンガンで死んだんだよ。心臓麻痺とかで。ひどい。なんなら死後の鬼ババの世話もする？私は構わないけどね。シオン、どうしてこんなことを。さーて、どうしてだと思います？サトシ敵討ちってこと？敵討ちになったかもわからないけどね。いきなり後ろからバチンだったから、何が何やら分かんないうちにご臨終だったろうしねえミオン、今こうして思い返すと、私はやっぱりばあさんを殺すだけの理由があったように思うの。なぜかわかる？単にサトシ君を殺した張本人だからってだけじゃないよ。それは嘘をついたから。あんたも言ったよね、私が爪を剥がせば全て許すって。だから私は爪を剥がしたんだよ、3枚も。それでけじめがついたってことになったんだよね。でも約束は守られなかった。サトシ君はやっぱり消されてしまった。どうして？どういうことなの？あの時、サトシ君がいなくなってしまった後、あんたが来て言ったよね。サトシ君と私の関係は、けじめがもうついてたって。そしてこうも言ったよね。サトシ君の失踪の理由は、園崎本家は何も知らないと。うん。嘘だ！あんたが何も知らないのは本当だと思う。あんた自身、ばあさんに真の意味で信頼を得ていたかは怪しいからね。でも、ばあさんが本当に私のけじめでサトシ君を許したかはわからないよ。アマちゃんのあんたに、本当のところを打ち明けるわけもない。嘘つき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 、かな返してサトシ君、返してよサトシ君、返して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 、怖がらせちゃったね。ごめんごめん。ミヨンがミヨンの言うように何も知らなかったならミヨンはいじめないからね。安心して。でも、もしミヨンも嘘をついていたなら仕方ない。その時はどういう目に遭わされても仕方ない。仕方ないよね。